どうもこんにちは、バディカチャンネルの本間です。ガキです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本間ちゃん、今日はですね、はい、こちら大人気のダイハツのムーブキャンパスご紹介していきたいと思います。はい、大人気のお願いします。ついに来ました。いや、ムーブキャンパスをですねちょっと紹介したいなと思ってましたが、はい、ムーブキャンパス結構中古車市場でも売れるので、うん、いや、そうですよね、本当に人気ですよねそうです、もうデザインもそうなんですけど、はい、まあ、やっぱりね、女性に人気な車なんですけども、かなり回転、まあ、売れるまでの、うん、が早いのでですね、ちょっとうまく個体を抑えることができてなかったんで今日はですね、ようやく1台、まあ、入ってきてすぐに撮影をね、することができましたので、ちょっと回していこうかなと思います。はい、最初にスペックからご紹介したいと思います。はい、こちらですね、年式が平成29年式のムーブキャンパスです。グレードがですね、 G メイクアップ SA2 という形になってますね。当時の、まあ、はい、グレードでいうと最上級グレードの、車というふうになってます。はい、走行距離がですね 48,000km です。うん、なるほど。まあ、ナビとかですね、まあ、いろいろマットバイザーとかもついている、車になってくるんですけども、車両本体価格こちらがですね 109万6,000円という形でバディからですね、はい、販売させてもらっている車になります。一応ですね、キャンバスなんですけども、今めちゃくちゃ新車でですね、グレードたくさんあるんですよ。あ、そうなんですね。はい、ちょっとあの一挙にご紹介するの難しいんで、まあ、ざっくりとご紹介するんですけども、はい、まあ、当時このね、キャンバスが販売された時の新車なんですけども、ベースのグレードにまず L というグレードがありまして、で次に LXGG メイクアップ、なるほど、ってことで、まあ、あのざっくりですけどね、その間に実は X リミテッドとか細かくあったりするんですけど、はい、ムーブキャンバスってやっぱり人気ですし、この方がですね、やっぱりこのムーブキャンバス自体初なので、あ、なるほど、はい、はい、あのかなりスモールチェンジを繰り返してるんですね、設定変更っていう、はい、なので、まあ、今実は新車で購入するとベースの L っていうグレード、そもそももうなかったりするんですよ。あ、もうないんですね。なので車はね、この、まあ、キャンバス自体をご購入を検討されている方は、うん、改めて調べてもらった方がいいかなと思いますし、うん、まあ、中古車市場だと、まあ、いろんなグレード出てきますので、はい、ブラックインテリアかね、お、なるほど、まあ、基本そういった形でグレードがあると、はい、で変わらずですね、この G メイクアップ、今 VS なんていう風に呼んだりもするんですけども、はい、まあ、そういった、まあ、最上級グレード、じゃどのぐらいするのかっていうと、ざっくりですね163万円ほどになっております、うんうん、で価格差でいうと、まあ、ナビとかもついているので、と大体まあ50万から60万ぐらい価格差が出てくる、まあ、中古車の、こちらですね、なるほど、ものということになっております。さあ早速外装を見ていきましょうか。はい、この G メイクアップ、顔周りどうでしょう。やっぱりこの顔から可愛いですよね。まあ、しかもこれですね、当時でいうとこのパールホワイトのこのルーフ、まあ、このツートンカラーですね、うんうん、はいはい、これオプションになってまして。あ、そうだったんですね。はい、当時6万円ぐらいするような感じのものなんですけども、うん、それプラスこのファインミント、この色ですね、はい、この色ですね、このカラーとツートン、非常に人気のあるモデルということになっておりまして、はい、まあ、特にですね、 G メイクアップはこちら、今ね広場など分かりづらいんですけども、ヘッドライトがですね、はい、LED、はい、ヘッドライトになってまして、これはフォグランプも LED になってます、ね。まあ、そしてこのホイールキャップとかも可愛いですよね。横、いや、そうですよね、可愛いです、めちゃくちゃ特徴的です。はい、特徴的な、まあ、おしゃれな、ね、はい、で特にですね、この G メイクアップっていうグレードっていうのは、まあ、基本的に両側電動スライドドアになってますので、開いてみましょうか。はい、ではこちら開けてみます。はい、いや、便利ですね、やっぱり便利ですね。やっぱり、まあ、はい、やっぱり女性が乗るのが多いと思うんですけど、うん、まあ、お子さんとかですね、足がねちょっとまあ悪い方とか、はい、でも非常に助かるんじゃないかなと思います。はい、まあ、あの最初にね、まあ、恒例の後部座席チェックをやっちゃおうかなと思います。はい、はい、乗ってみます。よいしょ。まあ、座りやすいですよね、これは。そうですね、やっぱりスライドドアなので乗りやすいですし、中もすごくゆったりしてます。うん、いいですよね。はい、で、まあ、このですね、キャンバスの特徴でいうとこれですね。あ、こっちか。これでスライドが、まあ、もちろんできると、はい、でリクライニング機能とかもあるんですけれど、椅子の下に収納があるんですよ。あ、ありました、ね、こういう、まあ、小物入れみたいなものがありまして、はい、これは他のね車たちあまりなかったりするんで。そうですね、あまり見ないですね。僕なんかも子供いるんで分かるんですけど、例えばですけど、まあ、チャイルドシートとかがやっぱりね、あの基本的にはつけていらっしゃる方がやっぱりお子さん連れ多いと思うんで、はい、その時必要な小物とかなんかおもちゃとかっていうのを入れておいてもいいんじゃないかなと思いますんで、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっと嬉しい装備ということでご紹介させてもらいたいと思います。はい、じゃあ次後ろ行きましょう。はい、はい、ということで後ろですね、はい、見ていきましょうか。はい、そう、開けていきます。ありがとうございます。はい、どうですか広さは。まあ、めっちゃ広いってわけでは正直ないかな。まあ、そうですね、この辺のハイト系はしょうがないですね。そうですね。あ、でも
下にちょっとスペースがあるんですね。そうですね、スペースもあって、まあ、ちょっとこれもね、はい、普段あんまり使わないものとか置いといてもいいのかなと。上と下と分けて収納できるような感じになってます、はい。まあ、あとはちょっとその荷物をね少し乗せたいよっていう時は後ろの後部座席を前に、ね、倒して、はい、やってもらって積む方がいいかなというところですかね。はい、そうですね。ありがとうございます。そしたらじゃあ早速中行きましょうか。はい、はい、ということでじゃあ運転席早速座ってみましょう。はい、見たいと思います、はい。内装もですね、このキャンバスベージュシートということで可愛いですよね、色も。そうですね、ベージュも、まあ、ドアの内側もツートンになってて、はい、めちゃくちゃ可愛いですね。本当ですね、こんなところにまで、まあ、しかもボディと色が連携してるのはいいですよね。はい、やっぱ女性的な観点で言うとどうですか、キャンバス。いや、めっちゃ可愛いんですよね。ただ友達でも乗ってる子が多くって、なるほど、かぶっちゃうっていう、そういうことですね。まあ、色もね、たくさんあってもみんな乗ってるからかぶる、ね、結構この色か、あとベージュとかもありますよね。可愛いと思うんですけど、そこだけ懸念点です。真似した感が出ちゃうというところですかね。人気だからゆえの、はい、じゃあ乗ってみましょう、はい。最上級グレードなんで、まあ、オートライトもついてますし、そうですね、ご紹介した両側電動スライドドア、はい、プッシュスタートでスマートキーでの、まあ、エンジンスタートになりますね、はい。その他、まあ、アイドリングストップですとか、まあ、スマートアシスト2ついてますんで、衝突軽減ブレーキ、踏み間違い防止、お滑り防止装置などもついてますね。じゃあエンジンかけてみましょうか。はい、かけていきます。はい、かかりました。はい、ありがとうございます。この車自体はですね、社外のこのストラードの SE ナビが最初にくっついてくると、はい、いうことなんですけども、メーター周りはどうでしょう。センターパネルですね、ちょっと真ん中ですね、すごく見やすいんじゃないかなと思います。なんか、まあ、メーターも白ベースで可愛い感じのメーター周りですね。はい、あたりもすごい可愛いですよね、素材感と色使いと。そうですね、確かにエアコン周りのパネルがプラスチックパネルというか、そうですね、ベージュ。その他のインナーパネルはこういうちょっとね、そうですね、樹脂っぽい感じのツートーンカラーになってて、やっぱりまあボディと同色ってまあおしゃれですね。そうですね、めっちゃ可愛いです。そしてベンチシートになっていて、まあ、アームレストとかもあるんで、はい、そうですね、運転も楽々っていう感じでしょうか。はい、まあ、ちょっと収納もね結構ところどころにまあ多くあるということで、はい、そうなんです。運転席のステアリング真ん前とかにもありますし、ドリンクホルダーそっちは、あ、ここにありますね、内蔵されてる感じです。いいですね。はい、助手席側のドリンクホルダーは、はい、同色の、そうですね、このファインミントの、はい、なってますね。まあ、女性目線で作られてるかなとは思います、ね、うん、収納多めということで。はい、そうですね、はい。まあ、今回ですね、ムーブキャンバスご紹介しましたけども、おもちゃどうでしたか。そうですね、もうずっと可愛いなと思っていた車だったんですけど、しっかり見たのは今日が初めてだったので、で漠然と友達が乗ってるの多いなと思ったんですけど、改めて見てやっぱり可愛いので人気な理由が分かりました。そうですよね、やっぱりまあ本当にあの爆売れしてるぐらいやっぱりね、あの動きありますんで、はい、はい、もうこの辺ですね、ご検討中の方はですね、まあ、新車ももちろん含めながらですね、中古車も合わせてご検討してもらえると嬉しいかなと思っております。ハリカチャンネルではこのような車のレビュー動画等を配信しております。よろしければチャンネル登録お願いします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、おもちゃ、まあ、今回ムーブキャンバスでしたけどやばい、語彙力なかったですね、可愛いしか言えなかったです。確かに、あのごめんなさい、僕もね可愛いが強すぎていろいろあのポイントあると思うんですけども、うん、そうですね、ちょっと一生懸命慣れすぎちゃって、そうですね、可愛さをどうにか伝えたくて可愛いしか言えなかったです。そうですね、可愛い箇所が多すぎて結果的に全部可愛いで収まっちゃってるっていう。本当でもどこを撮っても可愛かったですね。そうですね、やっぱまあ人気な理由がなんか分かりますよね。うん、ですね、まあ、このデザインでライバルがいないというか。そうですね、確かにこれ、そうですね、似てるっていうのはあんまりないかもです。まあ、ムーブキャンバスを狙ってる人はやっぱりその、まあ、ラパンとか、なんかそのミラトコットとか、まあ、昔だとミラココアとか、はい、可愛い系の車乗りたいんだけど狭いしとか、うん、確かにサイズがそうですね、違いますね。子供いるからね、スライドが欲しいよみたいなっていうふうに、まあ、そういうニーズがあったけど、他の車はなカスタム系とか、他のカジュアルのハイトワゴンとかあるんですけど、イメージと合わないみたいな。まあ、ライバル車種でいうと、まあまあ、ワゴン R スマイルとか、うん、はい、っていうのも出てますんでね、はい、まあ、そういうものも入りましたら、まあ、今後お届けできたらなと思いますので、はい、はい、そんな感じで今日は撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました。ありがとうございました。バリカチャンネルではインスタグラムでも車のお役立ち情報を発信しております。インスタグラムだけのお得な来店特典もありますので、ぜひフォローしてください。次の動画も見てね。